はい、お疲れ様です。今日は2019年1月15日ですね。中華人民共和国建国70周年であります。今、ぬかびら湖ナウでございます。ぬかびら湖の上ですね。ダム湖の上ですね。今皆さんが見ているのは、タウシュベツ橋梁かな？橋になんか、なんてるって感じで。これ夏あたり水没するんですが、冬は水位が下がるんで、湖上に行くこともあるかもしれません。昔鉄道、多分木材を運んでたと思うんですけど、シホロ線かな、ですけど木材輸入が多くなったかなんかで、まあ、鉄道使わなくなりまして、橋そのまま、まあ、老朽化しまして、まあ、現在近づいたらやばいのかな。まあ、この橋自体がなんか壊れる可能性があるということで、先が短いということで、この動画は貴重なことになるのかなというふうに勝手に解釈いたします。2、3本あの動画撮ってたんですけど、私いろんな水産グラスです。間違って普通のメガネやってたんで、ちょっと顔バレバレなんで、私あの美しい顔じゃないんで、ちょっとサングラス顔隠したのでまた撮り直しております。ここぬかびら湖は昨日私の某フェイスブックフレンド、カメラマンやる某フェイスブックフレンドがフェイスブックに、写真と動画をアップしておりまして、あの古城でスケーティングやってるんです。おかっこいいと思って、あ めちゃうまいですよね。私もやってみようかなと思って、トカチ雪不足で私はクロスカントリースキーの練習できなくて困ってるんですけど、湖の上には幸いなことに雪が あんまりありません。風で吹かれるんでですね、スケーティングしたら昨日の時点で明日しかないよ、明日しかないよということで今日来ました。スケーティングやってみたら全然できませんで、ね、まあ、私のフェイスブックけど、まあ、トカチの人なんでやっぱりうまいんだなと思って、また九州人なんで、あんまりやっぱりリード落ちるんですよ。スケーティングのやってる動画アップしたかったんですけど、やりませんということで、皆さんが見てるのは、タウシュベツ湖梁です。北海道遺産っていうのに指定されて、ちょっとカメラ回して、これの声聞こえてるかな。あ、ちょっといいや。おお、ワカサギ出てきたな。なんか魚釣ってますね。魚釣っ、まあもちろんドリルで穴開けて魚釣るんですけど、ずっといるわけじゃありませんで、釣りが終わったらなんか囲いをしてますね。ここ釣りやってまして、やってまして。氷薄くなられて、まあ、人が近づいたらやばいと、まあ、お口が死ぬんでいいですね。ちょっと面白い模様があるんで、あ、ちょっと場所を整理をしますか。もう氷薄くて、凍って膨張するじゃないですか、水。だからビリビリ落としてないんですよ。怖い、おっかねえと思って。あ、ちょっと場所を移します。でも面白いものがあるんですよ。
ほら、あのビデオカメラで撮ってるんですけど、なんだ、液晶が。じゃあこれを見ながら失礼します。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。